はい、こんにちは。日本改革と奥津沢です。大岩様、小川様、久保田様、みゆき様、横田様、秋山様、アシュシュ様、武蔵の親父様、のりお様、たまらんちん会長様、さとこ様、高田様、ご支援ありがとうございました。何度も何度もご支援いただき誠に誠に恐縮であります。統一地方選で少し、金使いすぎて金欠ですので、非常に助かります。ありがたいでございます。ありがたく頂戴して、政治活動資金させていただきたいと思います。メール党員の皆様、拉致被害者署名活動よろしくお手伝いお願いいたします。ゴールデンウィーク中に、あれ〇〇で、行います。4月27日総務省有識者会議、将来的にスマホなどで番組を見れる環境にある人に NHK 存続費用負担を求めることで一致。これ総務省有識者会議って総務省の意向ですからね。だってね、総務省の意向に沿わない人は有識者で呼ばれないんですからね。つまり将来的にはスマホから受信料を取ることで一致と、こんなニュースが流れてまいりました。一般反応です。ヤクザよりひどい。総務省で話すことか。それが話すことなんだな。総務省はおいしいおいしい天下り先の NHK をですね、全力支援全力擁護、NHK の言うなりになってますよね。登録制でいいやん。接続料を払っているネットと無料で飛ばしている放送電波を一緒にするのはおかしい。まあね、接続料通信ですから、ネットは通信ですから、あと電波は放送ですからね。テレビ見れるスマホじゃないからセーフ。そういう問題じゃない、そういう問題じゃない。ネットにつながったらネット経由で見れるでしょ、いう話になりまして、ネットにつながれば取られるぞ、本当の本当に NHK、 いや、着々とネット課金を進める NHK、 その歴史、放送法72条に2項を加え、正規業務を経営計画で発表するとしました、まずは。で、経営計画でネット活用事業を正規の事業と規定しました。経営委員会でネット事業は NHK の必須事業にしました。正規の事業から格上げ、やらなければならない義務事業、義務必須事業としました。で、今回の総務省有識者会議で NHK 存続費用をネットから取ることで一致と、つまりスマホ課金するいうことですかね。総務省は天下り先の NHK は全力支援なので、有識者会議やそういう人しか呼ばれないので、つまりこれは総務省の意思です。NHK に有利な結果になるのは、まあ、必然ですね。そんでもスマホ持ってるだけで聴衆はいかがなものかという意見が大勢だったみたいであります。さすがの有識者もですね、そんなことやったら暴動起こんななんて危惧したんでしょうか。他と同じようにサブスクでいいんじゃんっていう意見も多かった。ID とパスワード発行して払わない人は見れなくすればいいじゃんっていう意見も多かったんですけども、公共性や独立性への懸念が指摘された。なんで公共性や独立性への懸念が生じんの。金払わなければ見れない、金払ってれば見れる、そんなの当然では、なんでそれが公共性だの独立性に関わってくんですか。おかしいでしょ。何その有識者会議で発言したその NHK の見方は一体何なんだ。これは NHK が死んでも嫌なネット版スクランブルになりますから。その ID とパスワード発行してサブスクっていうのはね、民放連、もう会議に参加し、そもそもネット配信って NHK の必須事業なのか、根本的問題を指摘したそうであります。まあ民放はね割り食ってますから、 NHK のせいでもうテレビ捨てるわっていう人増えて、民放も割り食ってます。だったらなんでNHK に逆らって NHK スクランブルデモを
報道しないのかという謎は残りますけれども、ネットは通信であって放送じゃないんだから、放送法で規定するのはおかしいんですよ。だが通信もですね、総務省の管轄です。電話とかネット、総務省の管轄。総務省強すぎんな、なんかな。戦前はいくらね、内務省つったって、強すぎんなって思いますけど、どこでも、どうにでもいじくって、ネット課金を目指すんだろうな。この動きもちょっと進んだら、NHK スマホ課金反対デモをやりましょうね。過去2回やってますけれども、スクランブルデモを優先させて、最近やってなかったんでね。その時はスマホ課金を防ぐためによろしくご参加ください。5月末、5月28日開催で調整を開始しました。今日から。このニュース見たから、今日から調整を各所に連絡して、調整を開始しました。5月28日、予定開けといてください。スマホを持ってるだけで金取られんの嫌でしょ。総務省はスマホ柄も取っからって宣言したってことですよ。この記事ね。4月28日、自民党性的マイノリティ特命委員会。ずいぶん行々しい名前つけたもんだな、特命委員会って。LGBT 法推進に反対14、賛成7、2対1ですね。5月の広島サミットに期限を切る必要はないという意見多数。G7 の中で LGBT 法があるのはカナダだけという指摘もあったそうであります。一般判断。このように正しい意見があることをマスコミが一切伝えず、逆に国民に偏向報道し、推進誘導している実態に歯がゆい思いをしています。私を含め、ほとんどの女性は同じことを思っていると思います。トイレや温泉に、心は女と主張する男が入ってきたら怖いです。これを突破口に夫婦別姓同性婚女系天皇と続きそうなので絶対反対。新たな特権階級を作ることに反対。テレビだけ見てると圧倒的に推進の方が優勢に思える変更。 G7 のと内政と全く関係がない。外国関係ねえべよっていう話ですね。LGBT 法がもしできちゃったらどうなるかっていう予想なんですけども、この法律を大義名分として LGBT を優遇しノーマルが割りよく変な条例が各地で作られる。これはね、日本人にだけ罰則があるヘイトスピーチ条例みてえなもんですよ。LGBT カップルに部屋を貸さないのは差別と騒ぐ。自称 LGBT を回復すると差別と騒ぐようになる。なので、会社側は採用するときに私は LGBT ではありませんと一筆影、出ないと採用しないっていう話になる。LGBT は雇用から排除され路頭に迷うと。だから当事者がね、LGBT の人がこんなもんできたら粛清されるって言ってるわけでして、 LGBT を採用しないのは差別って騒ぎ、それに負けた会社組織に LGBT 採用枠っていうのが作られる。 LGBT が LGBT を優遇しどんどん会社に引き込んで、組織がLGBT に乗っ取られる。自称女のおっさんが女いや更衣室に侵入することを止められなくなる。温泉街、スポーツジム、公衆トイレ、プールなんかが崩壊する。結論なんですけど、我々だけでなく LGBT 当事者も温泉だの、銭湯だの、スポーツジムだの、プールだのの関係者は猛反対すべきです。こんなの新たな LGBT 貴族と公金集中事業を増やして混乱するだけです。LGBT 貴族に腹を立てて暴力振るう事件も、起こるでしょう。自民で賛成してる7人って言ってってあれなんだ。稲田細野が賛成してるのは知ってるんだけど、こいつら一体何なんだ。金もらってんのかお前ら、いう感じですね。北川和夫公明党副代表、同性婚制度を検討すべき時期。ぜひ積極的に検討したい。憲法24条、婚姻は両性の合意のみ基づいて成立は、同性婚を否定していない。つまり、憲法改正しなくてもできる。知ってるんだな。ぜひ積極的に、ぜひ、ずいぶん押すな、同性婚な。公明党に何の得があんだ？公明党に。つうか、学会にこれが何の得があんだ？って話なんですけれども、一般判断です。バカじゃねえの。統一よりやばい。少子化推進政策。戸籍をなくすことが目的。山口独裁15年。あ、そうなんだ。C 和夫が22年だか23年だか独裁してんのは知ってます。
ったけれども、山口夏生もそうなんだ。結構なもんですね。大多数の一般人には何のメリットもない。信念のない宗教生徒って何のために存在してるの？ LGBT に同性婚に改憲反対の公明は完全にグローバル左翼。とにかく日本を破壊した政党ばっかり。イランでは死刑。それは日蓮聖人の教えなんでしょうか？戸籍が乱れるから絶対ダメであります。戸籍乗っ取りや高齢者の財産乗っ取りがはかどるからダメであります。若い介護の人が、高齢の男性の介護してて、ちょっとボケ出して、何やってもわかんねえなって言ったら、婚姻してですね、配偶者は、子供がいても半分、子供がいない場合は全部もらえますからね。でね、例えばですけど、90歳の男性寝たきりと20代の女性がいきなりね、結婚しました。介護をしてるうちに、愛が芽生えましたなんつって、結婚したら、誰でもね、怪しいってなる。逆も同じ。90歳の、女性寝たきりと、20代の男性、介護に通ってるうちに、愛が芽生えました。結婚。おかしいってなりますよね。それが、90歳男性と、20歳男性の介護で同性愛で、同性婚しますなんつっても、そんなもんかなってなっちゃうじゃん。おかしいっしょ。あと戸籍乗っ取りね、明らかに憲法24条に反してて判決も出てんだがパヨは諦めないな。しつこくてキモいな。日蓮聖人は同性婚なんか推奨してねえだろ。公明党に仏罰が下りますように。本当に願ってやみません。公明党に仏罰が下りますように、極楽行けませんように、地獄に落ちますように。国政補選全敗の立憲民主党、両院議員懇談会を開き敗因を検証する方針。一方で泉体制への責任を問う声も上がっていると。蓮舫噛みついてましたね。あんた何生ぬるいこと言ってんだみたいな。一般派の日本人のために働いてないから、大体小西と有田のせい、分かりたくなくて逃げているだけ。それが分かるぐらいの人は立憲から逃げている。こいつら見ると吐き気がする。いい加減嫌悪の対象だって気がつけ。非を絶対認めないカルトだから、存在そのものが敗因。うな丼の追求が足りないのでは。何年野党をやってんだバカ。言うっすね。懇談会を開いて検証しないとわからない。そんなところですよね。2012年末、野党転落を受け民主党、なぜ我々はこんな嫌われてしまったのか。アンケートを実施しました。一番人気の回答は、そんなこともわからないところが嫌いと。そんなこともわかんない。嫌いと。あれから11年、よかった、全然進歩してなくて、あの頃のままのバカで。有権者イコール日本人のために働いてないから選挙勝てないの当然でしょう。性的少数者のためにばっか働いて、大部分を占めるノーマルのために働いてないんだから当然じゃん、選挙負けんのね。 LGBT 当事者も変な法律作んないでよ。逃げ出してる始末ですからね。介護では泉のせいだ、俺は悪くないって怒鳴り合う未来が見えますね。そのままいつまでも他人のせいにして進歩しないといいよ。11年間育ったようにね。ベテラン結婚相談所員が解説するモテない男の特徴。モテない、こういう男はとにかくモテない。異論を聞かない、自分を客観視できない、他責思考、他力本願。これは俺は悪くない、誰それが悪い、何々が悪い、社会が悪い、他力本願、やってくれ、こうしてくれ、自分でやろうとしない、努力しないための言い訳に全力そして逆ギレ。こういう男は男に限らずモテませんね人としてどうなのだって。ツイッターにいる立憲と共産の社民と令和の支持者の特徴そのものですね。これはね、そういうのに支持されてる議員たちも、そういうのというところでね、朝日新聞調査、日本の政治、信頼してない 55%、信頼している 44%、こういう書き方すると、つい自民は
55% 信頼されてないのかって、誤解してしまいますけれども、差にあらずですね。一般反応、俺は朝日を信用していない。まずは朝日新聞が信頼できない。朝日新聞を信頼していない 99%。45% も信頼してるのか。待て待て、じゃあなんで内閣支持率が 50% オーバーなんだよ。野党がひどすぎるのが原因と。野党を信頼してない。もう含まれますよね、きっとね。3割程度がですね、まずは朝日が信頼できないで笑っちゃいました。政治を信頼していない 55%。こういうタイトルだと、自民党の不信任率って誤読してしまう仕掛けですね、これ。つまりこれは朝日の自民ネガキャン工作です。共産党を信頼していない。立憲を信頼していない。もう、当然いるはずなんだしね。信頼していない 55% は、信頼してないがゆえに、むしろ投票に行かないのではって、ちょっと予想するんですけど、信頼している 44% が投票に行った結果なんでは、豊島区議選の投票率は 46.6% でした。政治に信頼ない人は、投票に行かない説、当たってそうですね。これ投票に行く人は政治の力を知ってる人、行かない人は政治の力を知らない人だって私は思うんですけど、どうでしょう。議員次第でこんなに変わっちゃうんだって、思う人は、知ってる人は投票に行くわな。で、若い人は知らないから行かないわな。大体年とともにそれ分かっていくんですよね。政治でこんなに変わんのが、影響あんのがって分かっていくんです。若者の選挙、投票率が低いのは、まだ分かってないから。まだ分かってない。それを責めるのは、まあまあ若い時は私も選挙行かなかったんで、こんなに日本が、なんか外国の侵略受けてるって知らなかったもんですから、まあ全く言ってなかったんですけどね。20代30代なんかね、まあ責めることはできないなーって、思っております。というわけでメール党員さん大募集であります。動画説明欄もっと見るをクリックして、そちらからご登録ください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。